エメルソン・パルミエリ・ドス・サントスは、ブラジル・サンパウロ州・サントス出身のサッカー選手。オリンピック・リオン所属。イタリア代表。ポジションはディフェンダー。エメルソン、またはエメルソン・パルミエリと呼称される。母系がイタリア系であり、2017年3月にはイタリア国籍を取得した。幼い頃から、地元のクラブでアリゴに入団することになる、サントス FC のファンで、 最も憧れた選手はロナウド。8月3日生まれであることから、サントスでは3、パレルモでは13、ローマとチェルシーでは33と、背番号には3のつく番号を選んでいる。サッカー選手としては、左サイドバックが本職であるが、両サイドでプレーできる。ブラジル人らしいテクニックとスピードのあるドリブルなど、攻撃面を持ち味とする。 兄のジオバンにパルミエリ・ドス・サントスもフルミネ年生、FC でプレーする、サッカー選手で、エメルソンと同じ、左サイドバックである。サントス地元サントスのクラブである、サントス FC のユースチームで育ち、2011年4月17日、カンピオナーとパウリスタのパウリスタ FC 戦で、トップチームデビュー。2012年6月17日には CR フラメンゴ、戦で、 ブラジル全国選手権に初出場した。2013年9月5日のアトレチコパラナエンセ戦で初得点を記録。パレルモ2014年8月25日にイタリアセリエ A の US チッタディパレルモへレンタル移籍。9月24日の SSC ナポリ戦で途中出場しセリエへデビュー。2014から15シーズンは9試合に途中出場した。 ローマ2015年8月31日には同じセリエ A の AS ローマへ200万ユーロの買取オプション付きでレンタル移籍。同年10月4日にフルス・パレルモ戦でローマでのデビューを飾った。2016年5月14日の AC ミラン戦でセリエ A 初得点を記録。2015から16シーズンは9試合に出場し得点を記録。 シーズン後の2016年7月7日には1年間のレンタル期間延長が決まり、12試合の出場で自動的に買い取りオプションが行使される契約となった。2016年8月23日の FC ポルトとの UEFA チャンピオンズリーグプレイオフセカンドレグでは、ダニエレ・デロッシに続いて、レッドカードを出され退場、ローマ敗退の原因となった。しかしその後は、 新加入のマリオルイの不勝離脱もあり、左サイドバックのレギュラーに定着。12月4日のナポリ戦で、シーズン12試合出場に達し、戦術の買い取りオプション行使が決定、ローマへ完全一席した。2017年2月16日の UEFA、ヨーロッパリーグ決勝トーナメント1回戦ファースト、レグのビジャレアル CF 戦では、利き足とは逆の右足で、ミドルシュートを決め、 アウェーでの4から0の対象に貢献した。2016から17シーズンは口述の通り、イタリア代表に招集されるなど、飛躍のシーズンとなったが、シーズン最終戦のジェノア CFC 戦で、左膝の全十字人体を断裂してしまった。チェルシー2018年1月30日、チェルシー FC と4年半の契約を締結した。アントニオコンテの下では、 マルコス・アロンソ面倒さの控えの位置にあり、監督が交代した翌シーズンも、怪我の影響もありその状況は変わらなかった。2019から20シーズンは監督のフランク・ランパードがエメルソンを評価していたこともあり、怪我で離脱するまで、第8節の時点でリーグ戦5試合に出場していた。しかし、2020から21シーズンになると、ベンチルーエルの加入により、 サイドバックの3番手に降格。加入以降最低となる15試合の出場に止まったが、3月18日の CL ラウンド16アトレティコマドリード戦で2年ぶりに得点を挙げた。リオン2021年8月19日、オリンピックリオンに買取オプション付きのローン遺跡で加入したことが発表された。U-17 ブラジル代表として2011年に 南米 U-17 選手権と 2011FIFAU-17 ワールドカップのブラジルの全試合に出場。南米 U-17 選手権ではグループリーグの地理戦では同点ボールを上げるなど優勝に貢献した。2017年3月にイタリア国籍を取得したことによりイタリア代表でのプレーが可能となり、イタリア代表監督のジャンピエロ・ベントゥーラが エメルソンの招集に興味を示していることが報じられた。2017年4月には、イタリア代表の強化合宿に招集された。同年5月26日には、正式に、イタリア代表に招集されたが、戦術の通り直後の28日に行われた、ジェノア戦での負傷により、代表デビューは先送りとなった。2021年、UEFA ユーロ2020では、 スピナッツーオーラの怪我で出場機会を得ると決勝のイングランド戦でも先発出場し優勝した。ありがとうございます。